クオリティが高いことがわかるかと思います。皆さんこんにちは、ピンイスケです。今回紹介するのはガチャポンなんですけども、なんと1個あたり400円と非常に高額なんですが、再現度が非常に高いコピックのミニチュアキーチェーンの全種類を集めることができたので紹介していきたいと思います。こちらに開封前のものが全5種あるんですが、全358種類と非常に豊富なラインナップとなっているコピックスケッチなんですけども、その中のですね、一部抜粋されたカラーが今回のラインナップとなっています。まず1つ目がブーゲンビリア、スプリングオレンジ、ペールフルーツピンク、以上の3色。次にこちらでアースンウェア、バーレーベージュ、カナリアイエロー。3つ目がこちらでスペクトラムグリーン、アイスブルー、ペールグリーン。そのまま裏面に行きまして、ソフトバイオレット、ウォーターリリー、アトール。最後がですね、マニア泣かせになっているんですが、今紹介した12本を全て収納できるケースもラインナップに含まれています。ということで今紹介した順に見ていきたいと思います。ということでラインナップの1つ目がこちらなんですけども、非常に精巧に作られていることがわかるかと思います。一番びっくりしたのがですね、上部なんですけども、どうやって印刷したかわからないぐらいのサイズ感なんですけども、 R43 ブーゲンビリア、 YR61 スプリングオレンジ、 E000 ペールフルーツピンク、以上の3本が精巧に表現されています。これは驚きですね。2つ目なんですけども、 E15 アースンウェア、 E11 バーレーベージュ、 Y02 カナリアイエロー。小さすぎてカメラで捉えられているかどうかもわからないんですけども、色名もしっかりと印字されています。3種類目、 G02 スペクトラムグリーン、 E12 アイスブルー、 G000 ペールグリーン。こちらの3色で、コピックにつきましては最後の4種類目、 BV11 ソフトバイオレット、 RV00 ウォーターリリー、YR65 アトール。こういった感じのラインナップになっています。コピック1つあたりのサイズが爪楊枝ぐらいのサイズなので、とても小さいことがわかるかと思います。続いて12本用のプラスチックケースを見ていきたいと思います。部品はですね、この3つが入っていまして、中に入っているものは紙で接着はされていないですね。それではボールチェーンを外してコピックたちを収納していきます。収納する前に下部を見て驚いたんですが、下の部分もペンが固定されるようにしっかりとガイドがついています。それでは順番に収納していきたいと思います。1本目しっかりとフィットしてますね。2本目、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、はい、ということで12本収納するとこういった形になりました。サイズ感的には爪楊枝のような感じで、上部を見てもクオリティが高いことがわかるかと思います。これはなんだか絵を描かない人でも集めたくなっちゃうデザインとなっています。上部に蓋をしまして、だいたい単3ぐらいの電池のサイズとなっていますので、非常に細かいことがわかるかと思います。かなり完成度が高くて、コピックを使わない人でも机の片隅に置いておくと、なんだかエッサイになったような気持ちになれると思いますので、お値段は1回あたり400円と少々お高めなものの、非常にクオリティの高いガチャポンとなっていますので、気になる方はガチャポンコーナーでチェックしてみてください。これは買ってよかったガチャポンですね。ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。